商品戦略文具雑貨家の渋谷明人です。本日紹介する本はギャビン・ライアルの深夜プラスワンです。もともと本が好きだったので、大学生の頃、本屋で何か面白い本がないかなっていうところを見てた時に、ちょうど見つけたっていう形ですね。はい。引退したレジスタンスの工作員が、ドライバー家業をやっているんですけれども、ある冤罪をかけられた富豪とその秘書を、3日後の深夜12時までに、あるところまで届けると。で、相棒としているのは、アルチューのガンマンと、その4人で、敵の待ち構える敵をくぐり抜けて、目的地までたどり着くっていうストーリーです。一言で言うなら男のロマンです。もうひたすらかっこいい、そういう本になってます。紅の豚とか、ルパン三世というよりも次元大介が好きな人には必ず刺さる本になってます。前編文章からかっこいいんですけれども、シチュエーション自体がその引退したこうロートルとまでは言わないけれど、その工作員とそのアルチューのガンマンという、そのやっぱりこうちょっとこう一線からは外れてしまっている人間たちが、トップクラスの敵をガンマンを相手に逃避行していくというところが非常にかっこよかったです。そして登場する女性も含めて非常に芯があって、それがまた非常にかっこいいですね。そうですね、影響というわけではないですけれども、やっぱりその本、深夜プラスワン読んでから、他の例えばチャンドラーですとか、そういったハードボイルドの本とかはちょっと読み漁るように一時期になっていました。これのせいでというか、これのおかげで好きになりました。特にラストシーンが非常に印象的なんですけれども、登場するそのアルチューのガンマン、ハーヴェイ・ロベルが非常にその自分がアルチューであるということと、それからガンマンとしての生き様っていうところ、両方を抱えて、そのアルチューとしてやっぱりガンマンとしてっていうのは生きていけないというところを非常にこう葛藤を抱えながら生きている人物なんですけれども、途中で逃避行している富豪の秘書と恋仲になったりして、引退を考えるシーンもあるんですけれども、ストーリーが進んでいく中、クライマックスのところでちょっといろいろと変化がありまして、ガンマンとしての自分とアルチューとしての自分が両立してしまうというところが出てきてしまうんです。で、それに対してある意味いびつな前向き方をするんですけれども、それに対して、主人公が最後ある行動をして、そこに変化を起こすんですけれども、そこからの流れが非常にかっこよくてしびれました。深夜プラスワン、紅の豚とか、ルパン三世の次元大介が好きな人には必ず刺さりますので、ぜひ読んでみてください。定年したら何します？定年後ですか？あまり考えたことないんですけど、旅行にいっぱい行きたいですね。いろんなところに行って美味しいものを食べたいです。深夜プラスワンでアルチューのガンマンが出てくるので、お酒に関してお酒は飲まれますでしょうか？そして、お酒で失敗したことはどんなことがありますでしょうか？